どうも、ナオチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、少し検証をしてみたいと思います。ザントマンですけども、むちゃくちゃ強いんですよね。悪夢継続で、敵が眠ってる間に、成仏剣でボコスか攻撃ができる。もうとんでもない火力なんですよ。で、これプラス、いつもはロアを入れて、夢見張りが効きやすくしてるんですけども、一度眠ってしまえば、もうロアは必要なくなるんですよ。で、そこに、ロアじゃなくって、メフィストを入れたらどうだろうかという話が上がってきました。これもそうですよね。状態以上の敵に対して弱点をついた時にダメージが上昇する、なんですよね。なので、物理弱点じゃないとダメっていうところです。うん。だったらば、バイコーンいいかなと思うんですよね。味方全体は物理属性でのクリティカルダメージが上昇するです。まあ、どっちの方が強いのかちょっと見ていきたいと思います。おそらく、制限のきついメフィストの方がダメージは上がりそうなんですけどね。まあ、こっちはどっちでも使えそうなやつで。そこまで上がりそうな感じはしません。まあまあ、どんな感じになるのかやってみましょう。ここ行きますね。ちょっと後ろのやつが邪魔なんですけども、ナーマが、物理の弱点なんですよね。まあ、ダメージを測るだけなんで、ちょっとここでやっていきましょう。で、クリティカルダメージじゃないとバイコーンの火力は上がらないので、まあ、確実にクリティカルにするために、アラハバキでやっていきますね。で、そうするとダメージが確実に測れるんで、OK。で、これで自在でやっていきまーす。準備完了ですね。これで、あ、別に眠らせんでもいいのか。あ、そうか。でもまあまあ、眠らせた方が、火力も出るし面白いか。OK、OK。で、ザントマンを、変えます。あ、ここ、うん、ここでいいか。最初メフィストで行こうか。メフィスト変えて、でユニークスキルで、異常状態の敵に、弱点攻撃をするとダメージが上がるっていう風になりましたね。ザントマンで、この状態でザントマンで攻撃をすると、どれぐらいいくんでしょうか。まあまあ、普通のダメージちょっと見てないけども、どれぐらいだろうね。メフィストはそうだよね、状態以上の敵に対して弱点をついた時ダメージ上がる。 OKOKOK。 で、状態以上です。で、物理が弱点だから、成仏剣でどうだ。15,000、これ創生ハードの999。ちょっとね、次バイコン、バイコン縛りとしてはバイコンの方が緩いか。別に弱点掴んでいい、あ、弱点掴んでいいけども、あれか、クリティカルを出さなきゃいけないのか。あ、ならば、まあ、それなりに縛りはきついね。光を出さなきゃいけないんだからね。 OK。 で、これでザントマンに変える。さっきが、15,500 か、うん、結構なダメージだったよね。え、これ倒しきれない、倒しきるよね、これで多分。あ、もう半分以上減ってるもん。これ倒せるんだろ。さあ、こっちではどれぐらいいく。あー、メフィストが上、メフィストの方が、あ、ダメージ全然上だわ。はいはいはい。あ、確かに、まあ、あっちの方が縛りはきついよね。うん、縛りはきつめなので、あ、そうなるか。 OKOK、 頼むぞ。
では、クイックからじゃなくても眠らせるからね。おっしゃ、オッケー。で、ザントマンを変えていきましょう。こっちにもちょっとね、ダメージを入れていこうか。こいつは、武器弱点じゃないんで、違うのよね。だから、バイコーンの方がいいです。うん、でも通常のダメージがどれぐらいなのかちょっとわからないんで、まずはちょっと通常でぶん殴ってみようかな。どれぐらいの倍率なのかをそれをちょっと調べたい。まあ、メフィストロの火力はもうえらいもんだったね。 OK、 成仏剣、これ入ってないね。バイコーンなし、通常13000。おーおーおー、まあ、こいつの防御力によってバイコーンってあんまりあれだな、頼むぞ。倍率が低いのかもしれない。で、ザンドマン来い。 OK、パス行きましょう。さっきは13000ちょっとだね。倒せそう。あー、なるほど。はい、それでは戻ってきました。今日はザントマンのね、成仏剣がもう少し火力が上がらないのか検証してみましたけども、やはりロアはね、一度眠らせた後引っ込めて、弱点であればメフィストを入れ替えた方がいいです。で、弱点じゃなかったらばバイコーンだね。倍率としましてはメフィストが、20% ダメージが上がります。 20% はなかなか上がるよね。で、バイコーンはまあ控えめな 10% ですね。まあ物理属性でクリティカルダメージを与えればまあ 10% 上がるので、まあ自在でクリティカルの、必中を入れてればバイコーンが間違いないでしょう。まあメフィストはそうね、マサカドと戦う時にはすごく役に立つのではないでしょうか。うん、まだちょっとやってないんですけども、おそらく真のマサカドであっても一ターンでいけるんじゃないかな。眠らせて、でザントマンとメフィスト入れて成仏剣で7回殴れば倒せそうな気するんですけどね。まあまあ今度やってみますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。